どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ストーカークリアスカイの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、いろいろスワンプス回ってですね、アイテムとか、取ったんですよね。で、まだこのサブイベントというかサブミッション、アイテムを届けろ終わってないですけど、手榴弾とかちょっと、ないので、 5.45 の弾もちょっと手に入れる方法が今ないので、いろいろ探索したらあると思うんですけどね。今回はメインミッションですね、ガイドとともにコードンへ行ってみましょう。で、コードンでシドロビッチさんに会えって言われてるんですけどね。アイテム、大丈夫ですかね。よし。ストーカー、What do you want? 南部の農場に連れて行ってもらって、ちょっと夜になってきちゃいましたね。で、ガイドさん、あれ？ガイドさんは？あれか。So, what is it that you need? あれ？あ、AK 落ちてる。You have my full attention. これかな？コードンまでお願いします。俺は仲間が救われるようお前を手伝っているんだ。スワンプスを安全に歩くような感覚さえ忘れていたよ。とにかく任務に戻ろう。行くかい？了解。仕事は残ってるけれど、また後でアイテム取ったら戻ってきますか。よし、じゃあコードンに向けて出発ですね。今回は目隠しなしでいい。おう。底なし沼に足を踏み入れたら、目を開けながら死に際を楽しめるってわけだ。なんてこと言ってるんだこいつ。あ、冗談だよ。次は自分一人でたどり着かないといけないからな。おう。了解。久しぶりのスワンプスからのお客さん、シドロビッチさん。なんて喋ってた？あんたはちょうど軍の前哨地の真横に出てきちまったぜ。ストーカーが軍と出くわした時に予想できるのは一つだけ。銃弾の嵐。俺があんたなら慎重に行動をする。ミリタリーの ここのマップはあれですね、シドロビチさんがここにいて、シャドウ・オブ・チェルノブイリの始まりの地ですね。スタート地点。で、ここがミリタリーですね。ミリタリー。銃弾の嵐って言ってましたけど、
いるねー。いっぱいいるよ。倒したいけどな。今回も敵なのかな、やっぱりミリタリーは、基本的には。とりあえずシドロビッチさんのとこに行かないといけないんで、こっち側ですか。あ？オープンファイヤー？あれ、俺バレてる？まだバレてないよね。こっち側に行きたいんだけれども、有刺鉄線で通れない。ということはミリタリー。まあ、ちょっと出血。銃持ってないのに撃ってきやがった。こういう木とかを障害物にして問答無用だね。この空いてる、あ、ライト消して、障害物、あの岩か。ここ、ああ、オートセーブなってる。どうしたらいいの？こっから戦うの？ショットガンしかないし。回復使いながら、とりあえず前の岩の下まで行って、ふう。で、あの木かな。回復、しゃがむ、回復、回復、回復、ああ、通れない、ちょっと待って、よしよし、逃げろ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 、ちょっと、うおー、一人、手来てるな、探しに。ぶっ通してやりたいな。よし、とりあえずここでクイックセーブして。来てるね。あいつらの装備いただきたいな。あ、なんかある。お、軍から逃れられたのか、運のいいやつだ。何か訳ありでここに来てるように感じる。シドロビッチと話せ。しばらくこのエリアにいるんだったら、俺のところに立ち寄ってくれ。うわー、強いな、あのガトリングが。軍のやつらの
装備を剥ぎ取りたい。どっかいないかな。わ、犬がいる。犬がいる。見つかった？大丈夫？よし。とりあえず仕方がない。シドロビッチさんのところに行きましょう。あー、懐かしい。We might have a conversation if you hide that weapon.ん？あ、なになに？ I'm all ears. あ、武器しまえって？ You got something to say, say. あ、そっか。こいつらはクリアスカイじゃないから、黄色ですもんね、キャラクターマークが。Wake up and smell the coffee.ゾンで何か新しいこと、カーバゲでいいんですかね。これももうちょっと北の方だったかな。あ、そうだ、ゴミがいっぱいあった場所ですね。ゴミの中から価値ある機材を発見し、それを掘り出そうとするとすぐに、クソに群がるハエのようにバンディットが集まってきやがる。うん、なんか戦闘の音楽消えないんだけど大丈夫かな。お、なになに、すんごい指さしてたけど、なんかあるの、こっちに。とりあえずー探索して、木箱とか あれ、こんな BGM 今思うとなかったですよね。シャドウフチェルノブイの時、あ、ナイスグレネード。戦闘中に音楽なかったような気がするんだけど。いやー、やっぱり今回もミリタリーは厄介ですね。5.45、 こっちで 5.45 多分取れると思うんですよね。でこっちでグレネードとか 5.45 集めて、あ、この人ガイドか。ごめんなさい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 。I'm listening. ああ、戻れる。ん？お金かかるの？俺は距離で報酬を請求？マジか。しかも結構なお金持っていくね。とりあえずじゃあ、あ、待ってよ。まずいろいろ見て回ろう。シャドウ・オブ・チェルノブの時はここにアイテムが、あ、向こうにある。
で、こウォルフさん、あれ、ウォルフさん1年前はこんなガスマスクかぶってたんですね。そうっすね、ウォルフ。俺はシドロビッチに会いに来た。やつならこの村の外れの地下壕、ありがとう、会いに行ってくる。何か仕事はないですか。俺の仲間の一人が他のやつらから一人前として扱ってもらえないと感じているみたいで、賞賛を得るために犬の群れを襲おうって決めた。あいつはなかなかできるし、いい腕をしているんだが、まだ若い。あいつのことが気がかりになって、やつに手を貸してやってくれないか。了解。そいつはどこにいるんだ。PDA に座標を送っておいた。よっしゃ、シドロビッチさんに会いに行く前に、クイックセーブして、ウォルフさんのストーカーを助けろ。これかな？了解。とりあえずいいことして、いいことしたら緑色に変わってくれるのかな。あれ？ちょっと待って。あれ？待って、武器なくなってるんだけど。さっきか。さっきあいつにぶん殴られて、入り口で。武器取られちゃったの？嘘だ！え？俺の武器は？ショットガン。あ、あいつ持ってる！背伸びしやがって、この野郎、俺の武器取られた。くっそ、いやー、武器しまうんだったな。じゃあ待てよ、 AK でいくか。一応弾25発、あ、でも弾クエストで使うんだよな。仕方がない。大丈夫か？あ？死んだよ。あら。これどうなるんだろう。ウォルフさんのとこに戻って、いやー、アイテム取られたの痛いな。アイテムじゃない、武器。将来有望な若手死んじゃいましたね。お前、俺の武器、これ俺のショットガン。残念だが、ヤツを守ることができなかった。俺が行くべきだったのか。有望なストーカーを一人失っ、ちょっと待ってね、ちょっとロードして、助けたいから、結構でも厳しい。この辺で、
ここら辺でクイックセーブをして、あいつがやられる前に、オッケー、助けたよ。で武器しまって、よし、礼の一つもなしかお前は。一応クイックセーブして、なんだ、新しいエリア入ったらいろんなことが。いやー、武器取られたの痛いな。よし、報酬を受け取れ。の前にこの辺の家、ここに前あれいたんですよね。あー、通れない。あ、こっちだったかな。名前、ごめんごめんごめん、危ない危ない。よし、武器しまって、でウォルフさんに報告。お、これは、お、全部取れる、よし。言われた通りにヤツを援護してきたぜ。500円。うん、他に仕事は了解、 OK。 この場所について教えてくれ。ここはコードン、ルーキービレッジ。賢い戦闘員はまずはシドロビッチの店で十分に装備を整えるまでの間ここにいて、それからカーバゲへ出発。立派な装備だな。ミリタリーはあんたを何、なんて読むんだ。ああ、軍は大して俺たちを苦しめたりはしない。ああ、
なぜストーカーなんぞに弾薬を浪費するんだ、放っておいても奴らはそのうちアノーマリーで全滅する。ああ対立は好きじゃない。あんたのことを教えてくれ。俺はこの辺りのボス。あ、何か美味しい話。コードンの橋の軍の箱。それに450円。救急キットと包帯。了解。美味しい話。ない、ないか。よし、OK。I'm all ears. 上に何かあるかな。この人も仕事ありますね。持ってますね。ラッキー検出機。助けてくれマーク。新しくより強力な検出機を買ったんで、祝福のために古いものをアノマリーに投げ込んだ。了解。ラッキー検出機。よし、じゃあシドロビッチさんに会いに行ってきましょうか。Nice to see you. So, shall we talk business? まあでも心なしかなんかちょっと若いような気がしますね。Hello, Mark. Tell me, what brings you? Yo, Mark. なんでここまで来たんだ。最近奇妙なものについて探していたストーカーがいたと聞いたんだが覚えていないか。I see so many stalkers in here. It's a pain to remember them.そいつら全員覚えるのは難しい、厳しい。なんであれ、あんたのために俺の脳みそを引き締めないといけない。お前の記憶を引き締めるにはどうすればいい？なるほど。Here's the thing. I've been here for a while. My business is up and running. I get different orders here and there, and people trust me. I have a problem with my last order, and the trouble is the client is very important, and the loot he's after is unique. Everything was going fine. Stalkers would get the loot from inside the zone, and the army boys were supposed to ensure they could get it through the cordon. Well, the two parties started bickering over something, and now the whole place has gone crazy.The result is the stalkers are fighting the military and nobody's got a clue where the loot is. And that doesn't suit me at all. The order needs to be completed. So, help me get the case with the loot and I'll tell you about your stalker. シドロビッチさんに奇妙なものについて聞いてきたストーカーを知りたかったら、ビジネスの手伝いをしろと。そういうことですね。了解。まずは、どうしたらいい？土手にいるストーカーを訪ねてみてくれ。ウォルフさんかな？
I don't care what you do at that base. I don't care if those fruitcakes want to continue playing Robin Hood's Merry Man. All I want is that case and the loot that's inside. そこに奴らが捕らえた。Starters, try talking to Valerian, the stalker leader. I'll let them know you're coming on my behalf. なんて読むんだろうね。クハレス、クハレトスキーって名前のミリタリーの司令官が収容されている。ああ。物が入ったケースを持ってこいと。手始めにバレリアンって名のストーカーの、リーダーと話してみてくれ。やつらにはあんたが俺の代理で向かうっていうことを伝えておく。商談成立。Come on, tell me what you got for me. 了解。堤防の向こうのストーカーたちに会え。Hey Mark, I'm still waiting on that case. I suggest you keep that in mind. はい、あんたのことについて教えてくれ。ここで何が起こっているんだ。わお、長いな。一言で言えばカオス。ストーカーたちはぐんと戦っている。昔はルールもあったが、ミリタリーはこの地区を管理していて、ストーカーたちから取り分を受け取っては内外の奴らと物資の密輸をしていた。昔はまあたまにきつく当たったりもしたが、それだけだったと。それがどうしたもんだか、ストーカー連中はちょっとした修羅場を乗り越えて、コードンを掌握した。勢力が向上してきたと。軍の兵士たちは軍の本部に今の劣勢な状況が報告されるのをひどく恐れている。ああ、なるほど。なかなか難しいですね。まあ、ストーカーがだんだん力をつけてきて、ここの地域のミリタリーたちが劣勢になってると。でそれを軍たちは本部に知られたくない。で軍たちはまた知られないためにここの地域の力をつけようとしてるから、ストーカーと今揉めてるっていう感じですかね。面白い話は、ストーカーとミリタリーの くだらない争い。何か美味しい話。エレベーターの電気パネル内に俺のブツ。電力は来てないが、アノーマリーに関してはないとは断言できない。あ、100円安。了解。よし。シドロビッチ、おお、なるほどね。バンディットジャケット、ストーカー、ん？サンライズスーツ。6,250円。取り扱ってるものがちょっと違いますね。ハンドガンも。うわ、このハンドガン高っ。コルト社の息の長い自動拳銃。
45口径っていうことは、これはマグナムみたいな感じですかね。Come on, tell me what you got for me. メイン武器のショットガン取られちゃったから、ショットガンの弾いらないんですよね。ショットガンの弾持っててもしょうがないですから、撃っちゃって、ハンドガンでしばらく頑張るしかない。あ、グレネード買っとこうかな。350円。よし。はい。では時間がちょうどいいので、今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。